探さないでください、海。置き手紙をしておけばきっとのぞみたちも気づいてくれるはず。旅に出なくては。どうしよう、もう夕方になっちゃったのに海ちゃんが全然見つからないよ。海ちゃんは煩悩を断ち切らねばって言ってたよね。それと関係あるのかな。あー、手紙があるよ。海ちゃんの字だ。え、探さないでください、海。もしもし、まるです。今、海さんがうちのお寺に修行に来たんだ。心配してるかも、と思って連絡したんだけど。修行？なんで？修行が終わるまでみんなには会えないって海さんは言ってるけど、とりあえず無事だってことは伝えたくて。あ、ちょっと待ってて、海さんと代わるね。海さん、みんなに心配かけたんだから、ちゃんとお話しした方がいいずら。はい。海です。この度はご心配をおかけして申し訳ありませんでした。花丸ちゃんのところに行ってたんやね。海ちゃん、いつこっちに戻ってくるの？修行が終わったら戻ります。いつになるかはわかりませんが。いつになるかわからないの？はい、あなたのお気遣いに感謝します。それでは、修行に戻りますので。はい、ありがとうございます。海ちゃんが無事だったのは良かったけど、なんで急に修行に行っちゃったのかにゃ。海ちゃんが言ってた煩悩っていうのが関係ありそうやね。迎えに行こうよ。でも修行が終わってないと会えないのかな。うんうん、迎えに行くしかないね。うちらには海ちゃんが必要だもん。